800m 坂道や、うん、でもここまで歩いてる間のうち結構己と見つめ合えたし、金色堂が結構いいやん、松尾芭蕉っていう感じの顔をしてらっしゃる。めちゃくちゃ面白い、はい、やばゆるゆる、おい神鍋が出来上がりました。神鍋だ、ぜひフリーズしすぎだろ。24m すごいな。あはい、皆さんこんにちは。こんにちは。本日は岩手県平泉巡ります。来ました、世界遺産。岩手県にはね、世界遺産があります、はい、中尊寺金色堂です、はい、それがある平泉エリアを本日回りたいと思います。岩手県でいうと左下ら辺ですかね。そう、もう本当に宮城の県境っていうのかな。視聴者さんからのね、おすすめは本当に盛岡の食べ物に集中してたっていうのを前回お話ししたんですけど、うん、観光の中ではやっぱり中尊寺金色堂がもうダントツ一番でした、はい、かつね、近くに一ノ関っていうエリアがあるんだけど、うん、そこもね、すごいね、景色が綺麗な渓流とかがたくさんあって、はいはい、そっちもおすすめの声が多かったので、今回の動画は本当岩手一の観光名所を巡る旅みたいな感じです、ね、楽しみですね。中尊寺金色堂覚えてますか？いや、日本史の教科書で多分太字で出てますよ。そうだよね、太字赤チェックで出てたよね。うもう忘れたわマジで。私もちょっと全然覚えてないんだけど、そう考えると高校生ってめっちゃ頭良くない？すごくね、高校生高校生マジで頭いいよね、うん、あの時が一番頭良かったと思う。中尊寺金色堂までは盛岡から1時間半くらいかな。そうね、高速使って1時間半くらいなんですよ、うん、今日盛岡から来たからもうすでに11時過ぎてて、ちょっとこの1日で回りきれるかなっていう感じなので、もしかしたら明日残った分行くかもしれないね。そうね、見て見てこの帽子かわいい、トラファルガーローみたい、うん、ニアはバーソロビュークマみたいな、ね、最低だね。坂道、おやばい、800m 先だぞ。 800m 坂道、うん、で 700m 先に駐車場あったんでしょ。うん、そう。この坂道が 800m 続くの、まあまあやばくね。結構えぐいね。 700m 先の坂の上駐車場に止めればよかった。いいな、マジで。めちゃくちゃ急な坂道だねこれ。やばい、結構疲れた。すごい疲れる。これ神様の使いが現れたんだけど。かわいい。ご利益あるよきっと。招き猫だと思うよ。衝撃の事実、ここが坂の上駐車場。坂の上駐車場、立地やば。ここまで車で来れたんだ。来れたんだ。まあ、でもここまで歩いてる間のうち結構己と見つめ合えたしね。一歩一歩こう歩みを進めていくうちに自問自答の時間過ごしてたの。そうそう、心が清められていくのを感じてたから。ようやくそれっぽいところに出てきた。そうね、こんな山の上にこんなところがあるなんてって感じだね。すごいね。この静かな雰囲気がもうすごいね。うん、すごいオーラだな、ね。もちろん中は撮影できないんで。そう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 、こちらだけで行ってきます。はい、外からもうオーラがすごい。ああ明らかにパワースポット感だ。そうね、楽しみだな。どう？めちゃくちゃ良かった。すごい圧、圧を感じた。そうだね、圧倒された。うん、漆を塗った上に、うん、さらに金箔を塗ってやるんだって。オーラが、今の時代のお金で言ったら何億になるんだろうって。いや、もうもう価値つかないぐらいなんじゃない。そうだよね、うん、すごすぎて。すごかった。もう藤原氏の権力をまざまざと見たっていう感じだよね、うん、日本最初の国宝建築物だって。すごい ね、 ね、これ一応あの御朱印も、おかっこいい。金色堂あ結構いいやん。これは宝物ですね。旅の最初あんだけいろいろ行ったのに全然御朱印やってない。こちら御朱印集め始めたのは1年前ぐらいからで。京都の終わりから話してでも、でもしかも京都の終わりなんでしょ。そう、京都の終わり。嬉しい、だんだん溜まってきた。あ、松尾芭蕉だ。芭蕉沖縄像って書いてある。等身大かな。結構リアルな大きさじゃない。等身大かも。松尾芭蕉ってっていう感じの顔をしてらっしゃる。なんて書いてある？釈迦堂だって。釈迦です。
ねえやめてそういうこと言うの。ここで重要文化財指定野外能楽殿、野外で能が見れるっていうことかな。でかー、杉の木大きいね。あ、竹林だ、素敵、竹林ですね。日頃知らず知らずのうちに犯している心の罪、汚れを払い参拝してくださいだって。多分学ぶそのままも丸一日回り続けないと多分汚れ払いきれないよ。これ能をやる場所だよ。これ能ね、野外で能が見れるところ、白山神社能楽殿って書いてあるもん。中尊寺鎮守、今も使ってんのかな。国の重要文化財指定だった。能見たことある？ないよ。もみも見たことない、ね。どういうやつなのかもよくわかんない。うん、納豆のあのオカメ納豆のやつじゃないの？あれオカメ納豆のやつとはちょっと違うと思うけど。あ、すごい。さ、あれじゃないの、盆栽みたいな感じでさ、うん、松を釣って片付けようとしてんじゃない。あ、なるほどね。盆栽とかってこうやって無理くり枝を造形するよ、うんうんうん、めちゃくちゃ美しくない、この赤松。すごいね。うん、完全にもう考え抜かれた作品だね。かっこいいね。素敵だね。うん、うん、なってるよ。本当だね。自分でやっぱ作ったのかな、こういう形に。こんな風に生えてくるわけないじゃん。計算してあれじゃない、力をどっかに加えたりとかしながらこの形にしたんじゃないの。大きい盆栽みたいな感じなのかな。すごくね。距離かかんないと届かない。すごい、これが中尊寺の本堂なんだ。しかもこれ中入れるんだよね。中尊寺は比叡山にいるんだよ。そうなんだ。うわーすごいね。ちょっとあんまり近くで撮影するのはなんかいけない気がするから。中にすっごい大きい金のお釈迦様がいる。東北一のパワースポットだね。写真もらいましたよ。また？当たり前やん。並んだね。ちょっと癖だね。うん、並んだ。金色堂と本堂が並んだ。なんかこれ何か忘れちゃいそう。書いてこっかな、中さんで。やめろ、やめろ。絶対に書くなよ。南部鉄器。ああ。岩手の伝統工芸。欲しかったんだけどめちゃくちゃ高いね。高い。なんでそういうのするんだ。いいな。それでお湯を沸かして朝白湯を飲むと鉄分が取れるの。そのお湯を飲むだけで。でも俺らバンライフは左右のつもりがさ、2秒後には冷水になってるから。そうそう極寒すぎてね。全然左右楽しむ時間ないんでしょ。毎日が戦いだから。なんかすぐ割れるしな、絶対。お、気になるぞ。あ、今お餅食べる？美味しそう。きなこ餅あります。きたてのずんだ餅と、これがエゴマだって。エゴマ、エゴマ餅。お餅つきたて嬉しい。いや、めっちゃうまそうなんだけど。美味しそう。うわ、やばい、めちゃくちゃうまそう。明らかにつきたてなの分かるわ。うん、嬉しいさ。やばい。うわ、うまそう。マジでやばい。お餅めちゃくちゃ美味しい。嘘、うん、子供会うまい。子供会懐かしい。みんなでやるやつね、うん、美味しいね、ずんだ餅って。うん、うまい。うまい、好きそうね。うん、うまそう。美味しそう。美味しい。うまいな。こしがあって美味しい。エゴマ食べてみよう。うまい。かわいい。うまいよね。うん、エゴマ美味しいね。うん、めちゃくちゃ好きで、私これちょうどよかったね、なんか小腹空いてたからさ。うん、喉腰があってうまい。うん、うまい。ここもお寺だ。ここも毘沙門堂だって。うわ、え、見て、もうめり込んでる。すげえ、すげえ。ちょっと折り返そうかな。見に行く。うわ、面白い。珍しいな、これ。のめり込んでるよね。すごい。どんどん山が追いかぶさってっちゃったんかな。達国の岩屋毘沙門堂だって。名勝天然記念物厳美渓。すごい。めっちゃ綺麗。
綺麗だね、うん、ここでも駐車場かかるのかな。かかるね。駐車場が本日の営業終了2時だよ。まだここやってんじゃん。ここ行けるわ。危なあった。駐車場え、すごっ。色がなんかすごい、ミルキーな色してる。めっちゃ綺麗。やばっ、なんでこんな色なの。超綺麗。すごい面白い。不思議だねこの色、吊り橋やん。ここから見る景色絶対。お、揺れる。マジで？すごい。お、揺れるわ。キーキー言うとる。キーキー言うとる。めっちゃ綺麗やん。うわ、こっち側もめっちゃ綺麗。ほんと不思議だね、うん、青いの綺麗だな。綺麗。 I go home alone tonight。 いやー、てか結構揺れんねこれ。怖いね。揺れるね。結構揺れるよ。うわー、怖い怖い怖い。おい、おい、やるな、怖いから。帰るか。うん。おい、おい、一番怖がってる。揺れる。おい、ふざけんな。めっちゃ揺れてる。ね、長い長い。釣り橋来たらさ、もうやお約束になってる。準備系名物。格好団子ってのあって、格好団子、こういう桶みたいなのに団子とお茶が入ってんのね。へえ。それがチャーって向こうから空飛んでチャーって流れてきて、うん、お茶がこぼれてないの。え、すごい。あそこの向こうに、あ、本当だ本当だ、格好団子屋さんがあるんだけど。あ、本当だ本当だ。たらいみたいなのかかってんの見えるかな。あのたらいに団子が乗ってお茶も乗って、これ紐がね伝って伝ってここに来るんだって。なるほどなるほど。逆に入れて団子取って、お金、あ、そういうこと。向こうで何かを引いて、なるほどなるほど。へえー、ちょっと食べてみたかったね。冬季やってなくて、うん、11月30日までなんだって。なるほど。それが空飛ぶ団子。なるほどね。食べたかったね。あ、うん、あ、めっちゃ綺麗だね。綺麗だね。おお、すごい。すごい。いいね。なんかさ、USJ とかのテーマパークみたいな。わかるわかるわかる。戦場って名前がいかついね。もう一つね、本当は行ってみたいところがあるんだけど、ああ今日はもうちょっと暗くなってきたから、そう、明日の朝そっちは行くとして、温泉にやってきました。いい判断だと思います。岩手一のサウナスポット。やばいよね。東北の中でも指折りのサウナスポットとして有名。めちゃくちゃ楽しみ。サウナだね。ああ、サウナ久々。嬉しい。サウナ行きたい。岩手県第1位、東北エリア第3位。いや、期待できますね。あ、いいね、こういうのあんな。伝説の熱波師マグマンペイさんが来てるぞ。すごい。マグマンペイさんって芸人さんなんだよね。あ、芸人さん。そう、芸人兼熱波師のマグマンペイさん。本当全国的に有名な場所なんだ。そう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 、ここ。うわ、すごい。サウナハットとかいっぱいある。サウナの聖地じゃん。めっちゃいいよ。やった。じゃあ2時間ぐらい。はい、わかりました。入りましょう。はい。しゃ、あ、男湯ここですよ。男湯こっちですよ。はい。どうでしたか。サウナめっちゃ良かったんだけど、うん、水風呂が工事中だった。うん、悪うん、悪う超工事中で12月のクリスマスぐらいまで使えないんだって。あ、なるほどね。ちょっとなんか完璧には味わえなかったけど、うん、サウナ室とかのこだわりがすごくて、うん、あ、そうね、それはあったね。できるし、うん、オーナーさんのサウナ愛みたいなのに、あ、分かる分かる。自分のこだわりを凝縮したような感じのサウナ室だったね。めっちゃサウナ好きな人が作ってんだなって感じ。そう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 、地元の人とかもすごい来てて、うん、完全にもうサウナを楽しむ、サウナ施設だよね、お風呂って感じ。うん。今日の夜ご飯はこちらをいただきたいと思います。こちら視聴者さんからいただきましたホルモンです。
味付きホルモン。味付きホルモン。味噌。味噌。これホルモン鍋のやつみたい。うん、いいね。岩手の八幡平の方の肉の横沢というお店の味付けホルモン味噌味。美味しそう。こう材料を見るとなんかキャベツとか豆腐を乗せて煮込んで食べてくださいって書いてあるから。いやいいですね。いただきます。はい。ありがとうございます。うわあ、やばい、めっちゃいい、めっちゃ美味しそう、やばい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 、何この食べ物、キャベツ、いいね、いやこれ最高だな、これニラが家にあったんでニラ入れます、うまそう、美味しそうだ、やばいぞこれ、絶対やばいこの食べ物さっきのホルモンは超うまそうだったね、この食べ物やばいね、待ってこれは、これは相当期待できる、すごい美味しそうだったよ、やばいな、やばい、いやもつ鍋よりさらに手頃だね、なんかね、ああ作り方めっちゃ簡単だった、入れるだけ、ありがたいですね、ありがたいです本当に、本当にオープン、お汁が、あ鍋になった、おいいね、完全に鍋です、おいちょっとホルモンマジうまそうだな、ホルモン出てきた、やばいやばいやばい、うん香りすごい、すごいね、この間雪中車中泊の動画の中でさ、もつ鍋食べたすぎてさ豚バラ肉でやってて、そう動画が出る前にもらったもんね、タイミングすごない、すごいよ、もうね冷蔵庫を冷やすのやめました、もう車内がもうキンキンなんで、カビーです、うまー、最高だぞこれ、これ冷蔵庫に入れてないの？入れてない十分冷えとる冷蔵庫に入れてないのに十分冷えとる、神鍋が出来上がりました、神鍋だこれは、めちゃくちゃうまそうだわマジで、うわ美味しそう、やばいなマジで、いただきます、いただきます、うーんうまー、うまホルモン甘っ、うん、あーこの味噌味もいいわ、うわめっちゃビール進む、ちょっとピリ辛で美味しい、うん、あービール合う、あーホルモンうまい、ありがたいね、もう今日もうキャベツとニラと豆腐しか買ってないもん、本当だよね、これもいただいたもんね、ね、うん、その生ジョッキ缶もいただき物だよね、うん、あー美味しい、これでも地元の人じゃないと知らないグルメだね、うまいね、なんかねホルモン来てたんだよね、うん、おすすめ、うん、なんてとこだっけ、玉山支所前食堂のもつ鍋、テイクアウトもできるんだけどめちゃくちゃうまいよっていうのがコメントで来てて、気になる、1軒とかじゃない、マジもう本当に何軒も来てたし、あじゃあちょうどいいよあるよってことを教えてくれたってことだ、そうそうそう、えでも車内で食うのは結構リスクあるぐらい臭いらしいよ、えマジで、うん、何の匂い、ニンニク、ニンニクじゃない、大丈夫大丈夫、うちらも、うん、もう慣れてる、もう慣れてる、うちらこれ大丈夫なんかな、うん、本当に視聴者さんとかさ会うとさ車内見せてほしいみたいになるじゃん、実は臭いって思ってるのかな、見てるじゃん、クソって思ってんのかな一応消臭対策はしてんだよ、してるけどやっぱ言うても生活してるから、しかも食べ終わった後に天井を拭いたりとかはやってるんですよ、うちめっちゃ気になってるもん、臭いって思われてない、ないかな、だからこう何つうのみんな優しいから大人の対応で言わないけど、そう言わないけど実は別れたのに、いやマジで気をつけよう、車内臭くね、そうだよね、ホルモン甘さくれ状況、めちゃくちゃ綺麗、綺麗、2017年にねオープンしたばっかりだからすっごい綺麗です、手洗いどう、綺麗、めっちゃ綺麗、うん、そうだよね、見てこれ道の駅平泉、この朝定食が名物なんだよ、朝6時から食べられるんだよ、500円、そうめっちゃ安くない、見てこれ、こんなに乗って500円、すごいね、パンもある、うちらちょっと朝ごはん食べないからな、明日食べるかどうか分かんないけど、6時から8時半を道の駅オープン前に朝定食食べれるのすごい、めっちゃいいね、いいね、ね、しかも500円、これ何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 、ゆうかで見て、パブリーズしすぎだろ、そう濡れとるわ、じゃあ明日もあるからすぐ消すよ、おやすみ、おやすみ。
ブブロクアイス。こっちは山直ですね。駐車場こんな感じ。めちゃくちゃフラットで、大型車とも分かれてて、車中泊しやすい環境。いや、綺麗だね。すごいね。早出たら約90分だって。料金は大人1800円。これは意外といいな。言われてんだね、今。本当だ。雪がさ、降るからさ、そうだね、多分。そうだね、多分。こたつ。こたつ。年間通してやってんだって。あ、そうなんだ。休まず雪降る中も走ってくれます。なるほどね。すごいよね。雪降っても大丈夫だもんね、これだったら、できたら雪景色が見たかったけど、雪ないな。全然ない、マジで。1本の竿だけで行くらしいよ。すごいな。1本でここだけなんだって。1本だけ、1本の竿だけで行くの。すごいね、かっこいいね。長くね。長い、うわー、すごい。うわ、いいね。船の上とは思えないね、なんか。すごい。この囲った船は雪見船という船で、11月の21からで3月いっぱいまでこの形でね、やっております。すげえ乗ってる。なんと8割方海外です。まあ、ちょうどお昼の時間だからね。はい。高さは1メーター、50。万が一の場合にはですね、今皆さんが使用していただいているこのオレンジのクッションですね。これ救命クッションとなりますか。はい。うわ、すごすぎ。すごいね。降りられるっていうライン下りは初めてだね。折り返し地点で降りられるのいいね。そう、運よくね、3組しかいないんですよ。そう、うちら含めて。前の便はほぼ満席だったね。外国の方が仕切りみたいな感じ。よかった。すごいね。マジででかいわ。でっか、マジで。124メートルはすごいな。で、この向かって皆さん右手上ご覧ください。花の形したようなところ、赤い花ですね。ここ獅子ヶ花といいます。一枚の獅子の花の形に似ているところから獅子ヶ花といいます。で、この獅子ヶ花という名前を取って、ここ芸術家という名前が生まれた。あ、なるほどね。なるほど、なるほど、なるほど。そうですね、花だ。願いを込めて、あそこの穴めがけて運玉が綺麗に入ると、この入った文字の願いが叶うかもしれない。すごいな。通ない。どうしようかな。財は絶対じゃない。財は絶対、うん、あ、やっぱ愛にしよう。うち愛に飢えてるから。愛をもらえないから。最低ない。財3つ。財3つ。金の王者や。夢な。集中。めっちゃ届いた。ちょっと女性の。あ、待って。うん。ないやん、一つも。いや、結構遠いよ。あ、あ、やっぱ遠いっしょ。遠いっしょ。あ、あ、入った？入った。すごい、さすが、さすが。財力折り、俺はない。よっしゃ。でも、その横で私が財を川に落としてるから。
俺が食べた。ニヤが食べた材をどんどん愚痴が釜にね落としてるかもしれない。いや楽しかったね。めっちゃ楽しかった。楽しかった。綺麗だったね。綺麗だったね。1時間半くらい所要時間かかるってことだけど、1時間くらいで戻ってきました。多分うちら3組しかいなかったから、あの運玉のところがすぐ終わったんだろうね。多分そうだと思う。30分も巻きました。ただちょっと雪見線だからあんまりこう周りがよく見えないってところはあるけど、普段は平船でああいう風に囲われてないからもっとね見晴らしいと思うんですけど、めちゃくちゃ綺麗でした。雪景色はね1月の中旬ぐらいから2月にかけてしか見れないんだって。なんかね今のシーズンも雪降るんだけどすぐ溶けちゃうらしいんだよね。そうだから雪景色見たい人はもっと冬に来なきゃいけなかったって感じで、5月ぐらいになると藤の花が咲いてすごい綺麗で、で10月の後半ぐらいになると紅葉がすごい綺麗らしいので、そうそうそう、皆さん来る際は時期狙ってきたらいいんじゃないかな。そうね、新緑の季節もすごい綺麗だって言ってたよ。絶対綺麗だよ。カモ可愛かったね。カモ可愛かった。いやー平泉満喫しました。あ、1泊2日平泉旅これにて終了です。はい、いや岩手もやっぱ見どころたくさんあって楽しいわ。これからまたちょっと盛岡に戻ってね編集作業したりします。はい、皆さん最後まで見ていただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と再評価よろしくお願いします。